スコータイフットボールクラブは、太陽国のスコータイ験をホームタウンとするサッカークラブ。2009年に創設後、リージョナルリーグディビジョン2に参加した。スコータイ験には、数百万匹がいるコウモリ穴があることから、クラブエンブレムには、川りがデザインされた。2013年、北部地域リーグで3位になり、チャンピオンズリーグに進出した。しかし、 グループ B の3位に終わり、タイディビジョン1リーグ昇格を逃した。2014年、北部地域リーグで優勝した。チャンピオンズリーググループ B の2位になり、ディビジョン1リーグ昇格を決めた。ディビジョン2リーグの3位決定戦では、グループ A で2位のピチット FC に2戦、合計5から4で勝利した。スコータイ FC 公式サイトでは20試合7勝5分7敗の、 勝ち点26で11チーム中6位になったと紹介されている。一方で RSSSF では20試合6勝6分8敗の勝ち点24で11チーム中7位となっている。ありがとうございます。